コマヨセスマート IC オりル出口 ETC 未搭載車のご侵入に対応するため U ターンスペースが作られているコマヨセパーキングエリアは群馬県北群馬組吉岡町にある関越自動車道のパーキングエリアであるコマヨセスマートインターチェンジを併設する関越自動車道の PA で練馬方面から連続して売店があるのは東 PA までである 当パーキングエリアにはスマートインターチェンジが併設されている。スマート IC は2005年4月17日から当初2005年8月31日まで、その後2006年9月30日まで延長して社会実験を実施していたが2006年10月1日より高級化された。社会実験がスタートしてから1年4ヶ月後の2006年8月24日、通算利用台数が 全国初の100万台を突破した。この背景の一つとして、トピエが練馬インターチェンジから 98.5km という距離にあり、ETC の早朝夜間割引や通勤割引がほぼ最大限適用されるということが挙げられる。施設は上下線とも、パーキングエリアの新潟よりに流出入路があるため、上りは流入時に、下りは 流出時にパーキングエリア内を通り、施設を利用できる構造になっている。長らく大型車は利用不可であったが、その後大型車対応化の整備を行い、2021年7月16日に利用可能車種が ETC を搭載した全車種に拡大された。ETC を搭載した全車種 E17 関越自動車道、小牧寄せスマートインターチェンジが、 令和3年7月16日15時に大型車に対応した運用を開始します。前橋市、吉岡町、東日本高速道路株式会社、2021年7月8日閲覧、小牧寄せスマートインターチェンジに関するカテゴリー、ありがとうございます。